学生の頃お前らと遊んでた時のこと思い出せよ。帰るべき故郷って言われっとさ、あの時の俺たちなんだよ。久しぶりじゃない。いつやんだ、戻ってきたの。あ、見たかったんだ総理大臣。お前、オズワルドにされるぞ。偽物だよ。お前を誘導するよう命令されたんだよ。何やってんの青柳くん。青柳さんが相手にしてるのは相当でかい奴らだよ。君が犯人なのは分かっている。俺は犯人じゃない。君がラジコンヘリを買った店の防犯カメラが提供された。やってません。イメージだ。口を封じて、はい、おしまいってね。どうせお前じゃねえんだろ。あの案じゃ一か八かの勝負に出るんだと。無様な姿さらしてもいいから、とにかく逃げて生きろ。息子さんを信じたい気持ちも分かる。マサールのことはどれだけ詳しいんだよ。あいつは犯人じゃない。地球で撃ちを手配。俺にとって残された武器は人を信頼することだけだから。ゴールデンスランバー。